春行きは、海上自衛隊の護衛艦。初行き型護衛艦の7番艦。艦名は、春に降る雪に由来する。なお、艦艇名としては、旧海軍通して初の命名である。性能初限。基準排水量。2950トン。満載排水量。4000トン。全長130メートル。最大幅 13.6 メートル。深さ 8.5 メートル。喫水 4.19 メートル。機関コボーグ方式。式川崎ロールス、ロイス、オリンパス TM3 バイトガスタービン ×2 機川崎 RR タイン RM1C×2 機出力 45,000PS 推進機スクリュープロペラ ×2 軸速力 29.7 ノット乗員200名艇装62口径 76mm 単装速射砲 ×1 門 MK15 モッド2高性能 20mm 機関砲 ×2 機 GMLS-3 シースパロータン SAM 8連装発射機 ×1 機ハープーン SSM 4連装発射塔 ×2 機74式アスロック8連装発射機 ×1 機68式3連装単魚雷発射艦 ×2 機搭載機 HSS-2 バイト SH-60 ジュールヘリコプター ×1 機 C4 イスター OIQ-5 目標指示装置 SFCS-6 アンペア水中攻撃式装置レーダーOPS-14 バイト対空 OPS-18-1 水上 OPS-20 航海用81式射撃式装置2型 -21 年12月 A ソナー OQS-4 電子戦対抗手段 NOLR-6 バイトESM プラス OLT-3 ECM プラス OLR-9 バイト RWR MK137 デコイ発射機 ×2 機その他 A 工具3型対魚雷デコイ艦歴春行きは中期業務見積もりに基づく昭和55年度計画2900トン護衛艦2216号艦として住友重工オッパマ造船所浦賀工場で1982年3月11日に起工され1983年9月6日に浸水1985年3月14日に就役し同日付で第1護衛隊軍令下に新編された第43護衛隊に磯行きと共に編入され横須賀に配備された1986年および1988年に環太平洋合同演習ラインパックに参加1990年5月から平成2年度遠洋練習航海に参加し5月20日にはマレーシア国際艦艦式に参加した2014年3月13日冬月の就役に伴い除籍最終所属は護衛艦隊第13護衛隊低傾向は佐世保